はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。さあ皆さん、今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？今日もですね、昨日に引き続き短時間でクッとね、効果的なエクササイズを紹介したいと思います。特にこの体幹、お腹が引き上がって引き締まる、そういったエクササイズを紹介していきたいと思います。背骨と肩甲骨と骨盤の調整にもなり、そしてクッとお腹が引き上がっていきます。骨盤に関してはですね、ずっと座って、いる、ね、何も動いてないと骨盤がですね、ボワーンと広がって、そして内臓もちょっとこう下がっちゃってむくみが起きてるんですね。その骨盤の、ボワーンと広がってるのをすぼむという作用を起こすことによって、お腹も、こうボコッと出てた下腹がグッとですね、引き上がっていくような、そういったワークを紹介していきたいと思います。話は分かりますけどね、皆さん、昔になかった病気が今現代には多いですね。心の病気とか、そしてがんもね、昔からあったみたいなんですけども、今の方が多いですね。これは皆さんね、いろんなことを本当に考えないといけないですよね。自分の体をちゃんと自分で元気でいられるようにってことを考えないといかないといけない時代になっているんですよ。皆さんね、本当真剣に考えていきましょうよ。薬に頼らない、ね、まあ、薬もまあ必要な時もあるかもしれないけども、薬による害もあるんですよ、ね、なので、もう薬に頼らなくてもいられるように自分の元気力を高めていきましょう。じゃあこの元気力っていう点では、運動と栄養と睡眠と笑い、ね、心のパワー、これらが大事なんです。はい、ちょっとまた余談なことですけど、でも大事なことなんですよね。はい、ではですね、まずは少しちょっと準備ワークというか、ブル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 としますね。そして耳も触って口も動かしましょう。ちょっと音楽をかけていきますので、ボリューム上げますね。はい、ではブル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 、ちょっと角度すいません、変えます。チャチャララ。はい、頭をタッピングしましょう。足はブルブルと、頭の筋肉が硬くなっていると、頭は重いだけではなく血行不良が起きますからね。はい、鎖骨周り、足の方ブルブルお願いします。ブルブル動作は、股関節にもいいですよ。はい、鎖骨周り、胸の骨、腕を触ります。はい、手首をブラ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 、手首をブラ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 。はい、肘を、はい、そしてちょっと足をですね、ブラ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 骨盤も肩甲骨も良くなります。はい、リバースしますね。これはね、ほんと引き締まっていきますよ。体の上にぐーっと引き上げていくようなイメージでいきましょう。はい、そしてここで今度はですね、ちょっと横ですね、うわーね、グラグラしますよね。グラグラするからこそお腹がしっかりしなければいけなくなり、だからこそより短時間で効果的に締まっていくんですよ。はい、そしてこのまま手を後ろでクロスできたらクロスしますね。はい、ちょっと肩甲骨を寄せて胸を押し出します。はい、戻しますね。肩甲骨を寄せて胸を押し出して戻します。もう一度。はい、そして交互に肩を動かします。で、骨盤を動かします。ブルブルブル、はい、クッと引き上げたら、ここの付け手を伸ばすようなイメージで前に押し出しましょう。はい、そして座骨を後ろへツイストをします。1、2、3、4、5。で、これを反対側にして、1、2、3、4、5。片手を前に持っていきます。反対の手、これ肩甲骨になりますね。はい、1、2、3、4、5。はい、ぐーっと持ち上げていきますよ。ふー、そして上にシュー
さあ、じゃあこのままですね、片方を揺らします。手がもし後ろに届くようでしたら繋いでみましょう。はい、じゃあこのままですね、足をちょっと入れ替えます。そしてこっち側にしますね。手が届きそうでしたら、さあブル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 。さあ、ではね、手をですね、後ろの方に持っていきます。マイペース。そして胸をふーっと押し出してください。はー、はい、戻しますね。骨盤を押し出してマイペースですよ。はー、はーい、ツイスト、1、2、3、4、5、反対に1、2、3、4、5。はーい、そして起こしていきます。うわ、どうですか、シュッと引き上がってますね。回しましょう。ということで、皆さん、今日のワークは短時間で効果的、骨盤背骨肩甲骨の整えになり、ぐっと引き上がっていくエクササイズを紹介しました。大谷流、私大谷流トルソストレッチでありました。はい、ということで、皆さん今日も最後までありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。便秘解消にもなりかもしれませんよ。はい、ということで、ではまたね。大谷でした。お腹スリムエクササイズ。